MacBook を買って一番最初にやること。使いやすいようにパソコンのね、設定をすることも大事。だけど、このデリケートな MacBook を守るために、保護ケースをね、つけるのも大事なんですよね。今回は SAP ケースのユニコーンビートルシリーズを手に入れたので、実際に MacBook につけてみようと思います。スイーツラバーチャンネルのスイラバです。いらっしゃいませ。ずっとね、Windows 使い続けてきた僕が、なんでこの MacBook に変えたのかを、ビデオグラファーの目線で10個の理由をね、動画にしたんですけど、その中でもね、ちょっとだけ触れたリセールバリューについて、売る時の値段ですね。この MacBook は Windows のマシンと違って、若干ね、高く売れるんで、最終的にこの MacBook を手放す時を考えると、少しでもね、傷をつかないように使っていきたいんですよね。で、どうしても日常使いで、そのパソコンをこう、触ってたりすると、擦り傷がついたり、もしかしたらね、不意にね、落としてしまって液晶が割れるっていうこともね、ゼロじゃないじゃないですか。しかも、この液晶画面、ガラスでできてるんで、液晶画面が割れたら、修理に何万円もかかって、下手したら修理できなくて買い替えないといけないという可能性もあるんですよ。そうならないためにも、やっぱりこの保護ケースはつけておいた方がいいかなって思ってます。でもね、保護ケースつけちゃうと、結構見た目がごつく見えたり、重くなったりっていう可能性もあるんで、僕はね、あんまりこう、つけたくない派なんですけど、やっぱりね、そのリスクを考えると、あった方がいいかなと思いました。じゃあ早速ね、このSAPケースつけていきます。はい、SAPケースはね、こんな箱、結構ね、高級感のある箱に入ってるんですね。で、付け方はめちゃくちゃ簡単で、ここにも説明書きが書いてあるんで、もうこの通りにね、設置していけば OK です。どうですかね？結構ね、いい感じでハマったと思います。で、しかもね、このケースのいいところは、ここ、排気口がね、MacBook 左右にね、あるんですよ。で、真後ろにもあるんですけど、これを塞がないのはもちろん、あとはね、ここ、USB-C とか、SD カードとか入れる穴もね、切り欠きがしっかりついているんで、かなりね、いい感じです。見た目もね、ちょっとごつくはなりましたけど、僕的には好きなデザインなので、ここはね、ちょっと好き嫌い分かれるところかなとは思いますけど、僕はね、ちょっと気に入りました。重さはそんなに変わらないです。で、しかも耐衝撃性に優れてるみたいなんで、ここのね、角が一番弱いんですよ、 MacBook。 角をちょっとぶつけちゃったりしても、もしかしたら安全にね、これガードしてくれるんじゃないかなと期待してます。で、つけてみていいなって感じたところが2つあって、まず一つ目なんですけど、MacBook って画面を開けると開けづらいって感じません？ちょっと僕だけかな？なんとなくね、ここのね、指の部分に入れて開けるときに、こう、ちょっと滑ってうまく開けれないときがあるんですよ。でも、このケースつけたら、この切り欠きの部分が大きくなってすごくね、開けやすくなりました。ほら、こんな感じで。で、二つ目。MacBook Pro のゴム足、下のゴム足ね、結構スベスベしてて、なんかね、使ってると同じようにこう滑る時があるんですよ。こう下のね、材質にもよるんでしょうけど、滑る時があるんですよね。でも、このSAPケースの裏側にもしっかりしたちょっと柔らかめのゴム足がついてるんで、これがね、ちょうどこの MacBook の重みでね、ほら、動かないようになってるんですよね。これがね、この2点がいいなと思いました。あと注意点としては、かなりね、これしっかりと爪が引っかかってね、外れないので、外すとき結構ちょっと神経使うかもしれないです。
まあ、よっぽどのことがない限り外すってことはないと思うんだけど、まあ、外す際はちょっと気をつけた方がいいかもしれないですね。まあ、いずれにしてもね、これがっちりガードしてくれる MacBook Pro をね、がっちりガードしてくれると思うんで、外に持ち出して作業するのもね、安心できそうです。まあ、値段もね、すごく高いわけじゃなくて、この14インチのケースで、今ね、Amazon で4000円弱で購入できます。まあ、気になった人はリンク下の方にね、貼っておくんで、ぜひチェックしてみてください。今回の動画、良かったと思っていただいた方は、ぜひ高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた次の動画で。